険料を上げたと、それから公共事業を減らしたと、一気に財政再建に走ったと、それがまさにああいう事態を招いたということがありますので、今度はですね、万全の対策を取っていかなければいけないと、万全上げる場合には万全の対策を取っていくと。で、私財務省に聞くんですがね、ずっと消費税も上げた効果が続くんだから、一時的には大盤振る舞いとは言わないけど中盤振る舞いぐらいして終盤振る舞いが景気腰折れを防げると、こういうことを言ってるんです。それについてまたご意見があるでしょう。共産党山下さん、まず増税は中止すべきだと思うんです。なぜなら今国民の所得がずっと減り続けてますよね。1997年をピークにして労働者の平均年収は70万円も減りました。それから直近の14ヶ月だけを見ても月給が前の年を下回り続けております。では国民の景気が回復したという実感がないんですね。そんな時に消費税を 8%、 8兆円史上最大の増税をしていたら、暮らしが壊れるだけじゃなくて日本の経済が壊れる。そうすれば消費税以外の税収も減って財政も良くならない。そんなに貯金でいいのか。私たち日本の担当は先日4月1日からの消費税増税に反対、この1点で力を合わせるという意味を発表いたしまして、全ての政党の国会議員に届けて経済団体との懇談を始めております。街頭での署名もやりますけども、国民生活と日本経済を守るために力を合わせていきたいと思っております。つまり生活労働、畑さんはどうでしょうか。はい、その経済成長したというか、経験に帰ってきたと言っております。その中身を見てたら、これは補正予算の公共投資の効果が関係的なことであり、また設備と違って、これまでの方針投資が中心で新規の成長につながるような設備投資にはまだまだ至ってないと。そして何よりも個人消費につながる給与が増えてないということは、今言った山下さんが言われたとおりですが、これ14ヶ月連続で基本給が減っているわけです。で、景気ウォッチャーの街頭景気調査でも5ヶ月連続悪化、そして消費者動向調査による消費者心理も3ヶ月連続落下していると。私はこういう時にやっぱり上げるべきではないと思っております。なぜこういうことにかというと、消費税というのは景気に対してすごい悪影響を及ぼすんです。 10% にした場合にはマイナス 6% の GDP に対する悪影響があるという試算もありますけれども、で橋本内閣の時の話はありましたけれども、実は最近イギリスの方でも2009年に付加価値税を上げて 15% から 17.5% に上げて、そして2010年に 17.5% から 20% に上げるという2段階ありましたが、これまでの名目 GDP が 4.6% から